動しました。いちごが一生懸命こう向かっていく姿っていうのがひたむきですごく胸がグッときました。いよいよ本日公開、劇場版ブリーチ地獄編。週刊少年ジャンプ連載10周年記念作品。今から10年前の2001年、週刊少年ジャンプに衝撃的な登場を果たしたブリーチ。圧倒的な作画力と独特な世界観が大勢のファンを引きつけ、瞬く間に大ヒットを記録。今回の劇場版では新しいブリーチの世界が描かれる。それは地獄。生前に大罪を犯した者が送り込まれる場所。突如現世に現れた地獄の住人トガ人たち。その圧倒的な破壊力の前にイチゴは妹を連れ去られてしまう。地獄の門を壊せ黒崎イチゴ。その時イチゴたちの前に現れた謎の男黒刀。てめえらが好き放題してるの。黒刀の案内で妹を助け出すため地獄へと向かうイチゴ。果たしてトガ人の野望とは一体。そして驚愕の真実が明らかになる。今回の劇場版も見どころが満載。まずは豪華なゲスト声優。古谷徹さんが演じるのは炎を操る地獄のトガ人シュレン。そろそろ私に従ったらどうだ。今回のオファーが来た時はもうまさにやったぜと思いました。はい、キャラクター見せていただいた時に非常にこうセクシーで、かっこいいんですよね。スマートで。だからそこの部分はやっぱりポイントにしたいと思いまして、まあエロかっこよく演じたいと、はい、思いました。そして謎のベールに包まれたトガ人黒刀を演じるのは人気声優中井和也さん。すぐに地獄の門を開けてやる。まさか劇場版でしかもこういう重要な役で、ブリーチに参加させてもらえるチャンスが来るとはっていうふうにとっても嬉しかったですね、やっぱり。はい、まあ、単なる軽い兄ちゃんじゃなくて何かを、裏に秘めてるんだろうなっていうようなことがうまく匂ってくれればなっていうふうには思いましたけども、はい、さらに主題歌を歌うのは TM レボリューション西川貴教さん。まさか自分がやらせてもらえるとは思ってなかったので、このブリーチの、そうですね、楽曲の中の何かいろんなものを背負えるような楽曲になれたらいいなと思うので、はい、たくさんの方に聴いていただきたいと思います。そして今回の劇場版のもう一つの見どころがブリーチが描き出す地獄。これまでの常識を覆すスタイリッシュな世界として描かれている。その今まであった地獄の概念を覆すような地獄が、今回作品の中で表現されているので、ぜひそのブリーチが作った地獄というのを見ていただきたいですね。骨太で肉厚な作品になったなというふうに思います。さらに先着100万名様にプレゼントされるのが入場者限定ポスター付きコミック。その製造工程を少しご紹介。やってきたのは共同印刷。印刷所の中には大型の機械がずらり。もちろん印刷するための紙も大量に揃っている。大人2人がかりで紙をセットして準備完了。墨、藍、赤、黄色、ピンクの5色で色を組み合わせて高速で印刷されていく。そのスピードはなんと1分間に120枚。そして刷り上がったものはその場で色にじみやゴミなどを細かくチェックされる。人物の顔の色調は一番気にすることです。最終的にその考慮紙に対して、あとこの刷り本に対しての差を自分たちの目で判断しながら刷っているわけです。ファンにはたまらないプレミアムな一冊に仕上がっている。そして公開を記念したイベントも全国各地で開催中。まずは大阪。この日開催されたのは黒崎いちご役の声優森田正和さんによる握手会。ありがとうございます。
そして池袋のナムコナンジャタウンには今回の劇場版のシンボル的存在でもある地獄の門が出現し大人気に。その他にも劇場版公開記念グッズも数多く取り揃えられている。さらに若者に人気のファッションビル新宿マルイワンに期間限定ブリーチショップがオープン。そこで開催された森田さんの握手会では泣き出すファンの姿も。すごい嬉しくて本当に、この後はファン必見驚きの生アフレコを披露。よっ来た黒崎。東京千代田区で開催された劇場版ブリーチ完成披露試写会、地獄の門から豪華キャスト陣が登場。叫びっぱなし戦いっぱなしなので、初めて、イチゴで喉を潰し3日間声が出なくなるという連載10周年記念という記念すべき作品のメインゲストとして参加することになってとって もう幸せに思っています。ちょっと一癖あったりとか屈折してたりとかなんか隠してたりっていう役はとても面白いので演じてて楽しかったです。自分が今できる精一杯の、思いをですね楽曲に込めました。それを聞いていただき、また、作品とともに愛していただけると嬉しいです。さらにこれから劇場版ブリーチ地獄編の名シーン2箇所、今日いらっしゃっている出演者の方々に実際に絵に声を当てていただこうと思います。大歓声ですね。サプライズ企画として行われた公開生アフレコ。見ての通り。よく来た黒崎一郎。絵図を返せ。私の名前はシュレ。これには観客の皆さんも大興奮。一郎のすごい心気持ちがすごい現れてて、そこはすごい素晴らしかったなと思ってますね。守る一号はなんかすごい迫力があってとてもかっこよかったと思います。あんまりブリーチを知らなくって今回初めて映画を見させていただいたんですけど、それでも初心者でも全然楽しめる感じで本当に楽しかったです。劇場版ブリーチ地獄編はいよいよ本日公開。